2. 平時がお楽を連れ込んだのを見ると、女房のおしずは悪い顔をするどころか、自分の親身の姉が久しぶりで里に帰ったように、何の隔てもなく受け入れてくれました。まだ役を越したばかり、若くて美しくて気立てのいいおしずは、気の毒なほど下手に出て、綺麗で年上で、 なんとなく推しの強いお楽を立ててやったのです。明くる日、この辺りへ飽きないようできました。ついでと言っちゃあすみませんが、夕べは親分のお世話になりましたので、お礼方々伺いました。そんなことを言って、笹屋の主、源介が手土産を持って顔を出しました。 とんでもない、あっしこそお礼に上がらなきゃならないところで。平次は愛想よく迎えて、何くれとなく話しました。平次よりはいくつか年上でしょうが、せこにもたけ、文筆にも明るい様子で、この頃の七夜の亭主にしては、全く珍しい人柄でした。馬が合うというものか、 二人はすっかり話し込んで、おしずの着替えを借りてきたお楽を相手に、とうとう日の暮れるまで長話をしてしまったものです。それから源助はちょくちょく尋ねてきました。平時が留守だと、お楽やおしずやガラッパチを相手に、冗談口を聞いて帰ることもあります。あれはなんだい 七夜の亭主だって言うが、野太鼓だか徘徊師だか分かったもんじゃない。あんな物知り顔をする野郎は、俺は嫌いさ。ガラッパチは影へ回るとこんなことを言いますが、面と向かうと、誠にだらしもなく引っ込んでしまいます。物知りと通人は、ガラッパチにとっては一番の苦手だったのです。 もう一人、おクと玄介を嫌いな人間がありました。それは、つい二軒置いた隣に住んでいる、駄菓子屋の娘、おまち。おしずと一緒に水茶屋に出ていて、平時に気があったのですが、張り合って綺麗に負けて、今でも両国の水茶屋に通って、女だてらに大酒を飲んで、男から男へと渡って歩くような、 だらしのない生活を続けているのでした。はっつぁん、およりよ。知らん顔をして通ると、この間あたしをくどいたことを町内へ触れて歩くよ。あ、おまちか。叶わねえなあ。ガラッパチはそう言いながらも、悪い心持ちがしないらしく。縁台に腰を下ろして、おまちがくんでくれたぬるい茶をすすります。 ねえ、はっつぁん。あの女はどこの化け物さ平時親分のところへ入り込んで、近頃はおしずさんを使い回してるってじゃないか。俺がそんなことを知るもんか。いずれ、田舎のいとことか名とか言うんだろう。ガラッパチは、当たらず触らずのことを言っております。近所にあんなのがいちゃう。 尺に触るね。おしずさんもおしずさんじゃないか。なんだってまた黙って眺めてるんだろう。そこがおしずさんのいいところさ。おめえとは少しばかり出来合いが違う。なんだとえもう一度言ってごらん。何遍でも言うよ。おしずさんのあのポーっとしたところを親分が気に入ったんだ。そう言っちゃすまねえが。 お町のようにピンシャンしてちゃ、親分の気に入るわけはね。ちくしょう。何とでも言うがいい。ところで、あのお楽とかいう女はどうだいお町はこう言われても、大して腹を立てる様子もなく、お楽のことを根掘り葉掘り聞きたがっております。あのお楽と来た日には底辺さ。 ただもうねっとりして、にかわで練って、とりもちでこねて、味噌で味をつけたようだよ。嫌だね。万一おしずさんから親分を横取りするようなことがあったら、このおまちさんが生かしちゃおかないって。そう言っておくれ。少し物騒だね。何が物騒さ。あんな女に町内を荒らされる方がよっぽど物騒じゃないか。おまちはそういった女でした。 おしずと平次が一緒になると、ゲームに負けたような心持ちで、一旦きれいに引き下がっては見たものの、横合いから変なのが飛び出して、平次へちょっかいを出しているのを見ると、自分が潔く引き下がっただけに、撃ち殺してもしまいたいような、言い,いようのない衝動を感じる、といったたちの女だったのです。